好評発売中の図鑑シリーズプレネオ、今回はこの9冊目の日本の図鑑について説明をします。日本の図鑑は身近なテーマで日本の基本がわかる初めての図鑑です。ここで問題です。このだるま、倒れても起き上がる様子から諦めずに願いを叶えるという意味がある日本を代表する縁起物ですね。実はこのだるまの顔には縁起の良いと言われる生き物が2つ描かれています。さて何でしょうか。答え、鶴と亀です。鶴は千年、亀は万年と言われるように、この2つは長生きをする生き物と言われています。長生きできることを願う模様として鶴と亀が描かれているのです。知っていましたか。こんな風に身近でよく見かけるけれどあまり知らなかった日本、子供に最低限知っておいてほしいと思う日本、知っているとかっこいい日本人になれそうな日本の知識、文化、風習、伝承、心などすごい日本を3つの章に分けて83のテーマで紹介しています。海外の人や帰国子女、国際結婚をしている方にも話を聞いて、外国から見る日本らしさも選んでみました。自分の国の文化を知ることは国際理解の第一歩です。子どもに馴染みの少ない事柄はクラフトで紹介。昔の家ってこんな風になっていたんですね。かまどは炊飯器、ちゃぶ台は今のテーブルです。簡単な文章で分かりやすく、すべて振り仮名をつけているので子どももぐんぐん一人で読めます。子どもが大好きなクイズも各ページにあります。各ジャンルで活躍する方々20人以上がバックアップした信頼のおける図鑑です。家庭に1冊あると嬉しい、家庭やクラスにあると調べ学習にも役立つ。簡単な文章で紹介しています。だから外国語で説明するときにも使える一冊です。入園入学、進級やお誕生日のプレゼントにもきっと喜ばれます。プレネオの図鑑シリーズはこのように全9冊、こちらも合わせて本屋さんなどで見てみてください。今なら初回限定特典として妖怪ウォッチの特製折り紙がついています。折り紙も妖怪も日本ならではのものなんですよ。この妖怪ウォッチの折り紙は折り方の動画もぜひチェックしてみてください。